東京都は新型コロナウイルスの感染拡大を受けて、都の医療提供体制の警戒度を最高レベルに引き上げました。9月以来およそ3ヶ月ぶりの水準です。一方、インフルエンザについて東京都は1週間あたりの患者数が基準値を超えたとして、3年ぶりに流行期に入ったと発表しました。